さあ皆さん、明治大学行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちら。皆さん、色のついた問題いきますからね。で、それはまあ内容1問題ですが、これは他の大学別対策講座。そこでもやっておりますので、今日は少々お待ちください。そして問いの6番、記述説明。これは再生リスト、国公立大英語。そこで存分に扱っておりますので、特に練習したい方はそちらを参考になさってくださいね。では一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まず第1段落でございます。皆さん、注釈1箇所と言ってますからね。で、この後皆さん、問いの1番の下線部、これを解いていただきますので、ひとまずこのあたり一読だけお願いいたします。さあ皆さん、選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、まず下線部、seems というのは右側を皆さん注目しましたね。で、皆さん、それで選択肢眺めてもですね、ちょっとないなーって感じになったかと思います。ですが、皆さん、この先頭の seems to、うにゃうにゃのように見える。これだったら皆さん、選択肢言い換え可能なものありますよね。で、選択肢の1番であれば、cares nothing。まあ、何も配慮してくれないんですね。で、選択肢の2番すっ飛ばして3番。pretends to 不定詞。うんたらかんたらするふりをするんですね。で、選択肢4番は shows ですから、示してくれております。となってくると皆さん、選択肢の2番の looks like。うにゃうにゃのように見える。まさに seems to と言い換え可能ですよね。ですから、下線部後半はちょっと、ってなりそうですが、皆さん前半で答えが分かりましたね。ですから、正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第2段落でございます。まずは下線部いいですね。こちらと言い換え可能な選択肢、一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。すみません、ちょっと線引っ張ってみましたが、be the case。皆さん、有名な熟語ですよね。実情はこうだ。現実はこうだ。で、今回皆さん、not がついておりますので、実情は違う。現実はこうじゃないですよ。という話でございます。皆さん、なおかつ、下線部先頭 this と書いておりますので、皆さん、直前の内容。このあたりを指して、選択肢選んでいただいたかと思います。そうすると、選択肢の1番すっ飛ばして2番。皆さん、either way と書いておりますので、皆さん、これ下線部の左側ですね。まあ、どちらかということですから、2社の話があるかっていうと、特にそれはなさそうですね。そして選択肢の3番。right answer。正しい答えが no。まあ、ないということです。皆さん、正しい答えは下線部の次の文章中に書いてますよね。そして選択肢の4番。疑いの余地がない。まあ、つまり正しいということですね。ですが、下線部そのものは事実と違うわけですから、4番も×。そうです。事実とは違う。その違う話が選択肢の1番のミステイクに現れてますね。そうです。選択肢の前半。もしあなたがそう考えるなら、間違ったことになりますよ。つまり事実と違うわけですから、いけそうですね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの5番でございます。まずは説明の指示の一読だけお願いいたします。すみません、こちら下線部のジェナースですが、そもそもの意味はよくおごってくれる。で、説明の指示にはそれの反対の意味で書いておりますので、おそらくケチな。そういう単語を探すということになるかと思います。で、もしくは皆さん、その次の文章中、このあたりヒントになりますよね。アメリカ人は 20% チップを払うと。そして皆さん、文末はイギリス人が10から15%。つまり、イギリス人よりもアメリカ人の方が多く払うと書いてますね。そうです。値段が高いというふうにも考えられますよね。ですから、説明の指示、反対の意味ということですから、値段が高いのは反対。安いという表現を探しに行くという感じになるかと思います。で、まず今見えてる第二段落に、ケチとかもしくは安い。そういう単語がないので、皆さん、その次の段落に行きますね。さあ、続いての段落でございます。こちら、下線部、うの答えが見つかるかどうか、そのあたりも意識しながら一読をお願いいたします。で、皆さん、ケチとかお安い。そういう単語は見つからなかったですね。ですので、次の段落に行きますね。さあ、皆さん、第4段落ちょっと長いので、ひとまず全体像ですね。それを把握するために一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、まず下線部 A のところから行ってみたいと思います。こちらと言い換え可能な選択肢、一つ選んでいただけますとよろしいかと思います。さあ、皆さん、まず下線部の手前でございますが、皆さん、このあたりで時給がわかりますよね。そうです。だいたい2、300円ですよね。まあ、当然生活はなかなか難しいと。だからこそ、皆さん、このチップがありがたいんですね。まあ、下線部 A 直訳すると、残りを埋め合わせをすると。皆さん、レスト、残りで大丈夫ですね。
つまり時給2、300円ではやっていけないので、チップで残りを埋めると。ですからギリギリの生活をしているわけですから、選択肢の1番はリッチな生活はちょっとできなさそうですね。で、選択肢の2番のように、皆さん老後のために貯蓄をしておくと、まあセーブする話はないですね。で、選択肢3番、長期休暇の話もしておりません。ですから選択肢の4番、収入のリメインダー、残りと書いてますね。まさに下線部のザ・レストと言い換え可能ですから、正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて下線部 O でございますが、ちょっと皆さん見ていただきたい画面がございます。で、皆さん設問がこんな感じになっておりますので、まず設問の指示だけ一読をお願いいたします。さあ、皆さん先ほどの下線部これでございますので、ひとまず検討をお願いします。さあ、皆さん一番先頭 Enable です。直訳すると皆さんできるですよね。で、おそらくそれが空所 A に入ってくるかと思いますが、選択肢を見ていただきますと、できるという意味が一つだけありますよね。そうです。選択肢の一番の allows ですよね。もちろん許すという意味が有名ですが、もう一つできるという意味もありました。で、皆さん、これレストランと労働者、波線で対応しているということを示しておきました。で、皆さん、一番最後に alike という表現ございますが、皆さん、ちょっとこれ気をつけてくださいね。まあ、アライクの直前 A&B となっております。で、皆さんこの A&B プラスアライク、これ皆さんボース A&B と同じですからね。レストランと労働者両方となってくると、皆さんこの空所 B に該当するのはおそらくイベーション、まあ、その左側タックスと書いておりますから、税金を逃れることですね。もちろんイベーションはさすがに知らないとまずい単語でございますので、もし知らないという方はぜひ覚えていただきたいと思います。で、皆さん逃れる話は選択肢1個しかないですよね。もちろん選択肢の2番ですから、空欄 A と B の正解はこんな感じでよろしいかと思います。さあ、皆さん続いて下線部 カー でございます。選択肢皆さんこちらですからね、言い換え可能なものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん下線部先頭の全員は、皆さんこの直前の内容ですよね。レストラン側と労働者、まあ、両方ということですが、皆さん選択肢の1番。これだと多かれ少なかれ同じという意味になっちゃいますよね。別に雇用する側と雇用される側、同じなわけがないですね。で、選択肢の2番をすっ飛ばして3番。皆さんそもそもディスピュート、論争はしてませんからね。そして選択肢の4番、どのようにして協力するのか彼らは知っている、なんか話し合いの場でもあったんでしょうか。で、皆さん意味内容を確認しますが、下線部カーの左側、先ほど別の問題でも確認いたしましたが、レストラン側と労働者で、お互いに皆さんチップの制度があることによってですね、タックスイベーション、税金から逃れると、つまり税金を払わなくていいんですね。で、それに対して下線部か、まあ、ポイントを得てる、なんか的を得てるという感じなんでしょうね。そうです。チップのおかげで税金を支払わなくても済むと、まあ、法を犯しているというわけではないですから、選択肢の2番の not wrong、 間違ってるわけではないんですね。ですか、正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん先ほどの段落で残っていた generous の反対、つまりケチとか安い、そういう単語を見つけなさいという問題がありました。で、その答えが皆さんこの段落の中から見つかりますよね。そうです、こちらに cheap という表現がありますよね。ですから先ほどの問題の正解は cheap ということでよろしいかと思います。